12cm 自走砲もしくは超 12cm 自走砲は日本海軍が第二次世界大戦末期に試作した自走砲である。現存資料が少なく謎が多い。開発担当は完成本部第一部。一般に海軍 12cm 自走砲と呼ばれるが単 12cm 自走砲に対し超 12cm 自走砲と呼ばれることもある。 他に、海軍長 12cm 自走法や、海軍 12cm 自走法などと表記される、こともある。便宜的な、故障なので正式な名称は不明である。乗員は単に自走法と呼んだ。車体はくすんだ緑で塗装され、12cm 砲も同様に緑で塗装された。ナンバー、陸戦隊所属の怒りの記号などは、全くない。 本社の用途は、対戦車戦闘であった。手法には、沿岸砲として、実績のある45口径10年式12センチメートル広角砲を、車載用に砲画などを改造して用い、これを97式中戦車地波の砲塔と車体上部を取り払った車台に搭載した。砲は、全周射撃が可能であった。プラットフォームとしては地波車台は、 小型軽量で車幅が狭いので、前後方向は良いとしても、車台に対し横向きに撃った場合、非常に不安定であったはずである。戦闘時に車台を地面に埋めて固定すれば、この問題は解消されると思われる。ただし、想定された運用からして、実際に車体を埋めて砲撃するとされていたかは疑問である。本社に車載機銃は装備されていなかった。 車体前方基銃は撤去され、視察用のスリットが設けられた後半で塞がれた。また本社に無線装備はなかった。グアム島に設置された45口径10年式12センチメートル広角方法の上下射角は最大行角は20度、最大深くは10度と狭かったが、直接射撃による対戦車戦闘が用途であった。自走砲の指揮官の証言によれば、 本社は隠蔽された場所から一発撃った後に、陣地変化にし、また隠れて射撃するという運用が想定されていた。防御戦闘をするのが目的であれば社会に問題はないと思われる。つまり、本社は、対空射撃や、間接射撃をすることを目的とした車両ではない。残された不鮮明な画像では、砲の周囲には戦闘室を構成する。 装甲板などは見当たらず、砲と砲が、車体上面に露出している。砲の正面下方と中退機の左右に、申し訳程度の装甲板があるようだが、前方の狭い範囲のみをカバーしており、小光径の小銃弾、機関銃弾対策や、ブラストシールドの類いだと考えられる。また元の地ハ車体のままでは、上面があまりにも狭いので、 ミサオ法要員の作業の足場を確保するために、車台上面を板を張って広げていた可能性がある。地波は構造材に自動車工を用いており、本社は仮に地波車台が補強されていない場合、過大な方の重量と射撃省力に脆弱な、秒接車台が耐えられず、各部に不具合が発生した可能性があった。サスペンションにも相当の負荷がかかっていた。 これは砲が、車体中心から右に偏って搭載され、偏った荷重のために、右側の喧嘩装置のバネがよく折れた。また車体も右に貸し入でいた。また、全微重量の増加により、元搭乗員の証言によれば、最高速度は、時速 25km 程度と、地波の時速 38km から減少した。 この減少幅からエンジンは地波の170馬力のままであったと推測される。燃料に粗悪な3号経由を使用していたため、走行中にエンジン停止が頻発した。弾薬は車台が小さく、自前で積載する余裕がなかった。砲弾を車内に搭載できず、リアカーを用意した。鎌倉市内の走行試験で、砲を。 民家の兵に当てて壊したという証言がある。本社は、戦車ではなく、防御力のほとんどない低速の人走砲であり、最初から戦車隊ではなく砲隊の扱いであった。砲隊員は、飛行服と鉄棒を着用した。正規乗員は5名である。配置は指揮官、砲手剣装天守、操縦手、弾薬で2名である。隊長は拳銃を携行し、 貸し官兵には小銃を呼び、別式機関単銃が用意されていたが、普段は収納していた。本土決戦の際には、車台を防御陣地にて隠蔽し、敵を待ち伏せ、半ば固定砲台として、全周射撃能力を活かし、時には移動して、陣地を変更しながら、対戦車戦闘任務に用いられた。水際での敵上陸阻止や、 友軍の直接火力支援にも転用し得る。方向初速秒速800メートル以上、砲弾重量20キログラムの本砲は対戦車砲として高火力である。しかしながら、死者における発射速度は2分に1発程度が限度であった。撃発ペダルで発砲すると、発射時の衝撃が大きく、最小順まで時間がかかった。指揮官自身の証言では、 当初計画のような運用は難しいという否定的な評価がなされている。昭和20年4月に30発程度の射撃試験を行った際、命中率は1500メートル程度において大変よく当たり良好であった。これは東京景気政策の標準機を取り付け、命中精度の格段の向上が見られたためである。試験射撃の実射距離は3000メートルである。 鉄鋼弾の有無は不明だが、1945年3月20日付の敵軍戦法情報第18号によれば、野戦銃砲榴弾が敵戦車に命中した場合必ず炎上するとしている。鉄鋼弾がなかったとしてもある程度の対戦車能力を有していたと考えられる。原型の関西砲である45口径3年式12センチメートル砲や、 その改良型である45口径11年式12センチメートル砲の砲弾が流用できた可能性はある。終戦までに試作車1両が完成し、量産され始めたところであった。少なくとも昭和19年内に設計や生産が行われていたものと推測される。昭和20年1月には、本社は立山海軍砲術学校の陸戦家。 第六分隊に属し、各種試験が行われた。昭和20年4月、横須賀法術学校に併合、茅ヶ崎の横須賀第一警備隊、陸戦共同隊の砲隊の所属となり、引き続き試験と訓練が行われた。砲隊は、以下の、学徒出身の少尉の隊長、陸戦教育を受けた、歌手官邸数名、茅ヶ崎で編入した、ヨカレン出身兵。 で構成された1945年7月1日に編成された、横須賀第15特別陸戦隊に編入され、横須賀市に移動、伸び尻すり坂に設けた、露天園隊の陣地で終戦を迎えた。その後、栗浜の通信学校へ移動、他の家宝と共に、アメリカ第4位海兵師団に引き渡された。ありがとうございます。